ノーベル物理学賞に選ばれた梶田孝明さんが授賞式が開かれるスウェーデンに向け、先ほど出発しましまた改めてあの、えー、科学の面白さと科学の奥深さ、まあ、そういうものをもう一度感じてもらえればうれしいと思います授賞式は今まで経験したことのないこう世界だと思うのであのすごく楽しみです。 シャンデリアに豪華なソファーそして部屋からは王宮を望めるという素晴らしい眺望、こういった部屋に受賞者の2人は泊まりまりす。梶田さんと医学生理学賞に選ばれた大村聡さんは受賞者が利用するのが慣例となっているストックホルムのグランドホテルに宿泊します。 料金はおよそ一泊二十五万円ですが、宿泊費や飛行機代などはノーベル財団が負担します。梶田さんと大村さんは、十日に授賞式に臨む予定です。